計算ダッシュを仕掛けてくるのは。あら、こんにちは。ゲッゲッって何よ。ゲルググ。何それ。ねえ、ケンさんは姿が見えないんだけど。ケンシンならお使いに行ってます。どこへ行ってるの。信州の方へ伝説のお味噌を買いに。はあ、伝説ってどういうこと。なんでも国内有数の達人が直々に発酵させたお味噌だそうで、同じ重さの黄金より価値があるともっぱらの噂です。どうしてケンさん味噌にそんなにこだわるの。なんでももうそのクラスでないと効果がないって言ってましたけど。一体誰がケンさんをそんな体にしちゃったのよ。さあ、私じゃないですよ。私じゃ。で、結局いつ帰ってくるの。次の第11話、葬列の般若葬儀の式場の次の次の次の回の予告ぐらいで帰ってくると思います。遠いわね、信州。ざくれろ。だから何よそれは。